それ私のクラスでもあったよ。なんか昨日ファーストライブのことが発表されてニュースになってたみたい。この学校あまりそういうのをいちいち騒がないかと思ってたんだけど、今回は来たよね。ちょっと宣伝も多めみたいだし、会場も大きいから無理もないのかな。落ち着かない。まあライブ自体はまだずっと先だし、何日か経てば静かになるんじゃないかしら。私はしばらくこれでもいいかな。みんなから声をかけられてアイドルになった気分だし。あ、とわちゃん、ほらこんな感じで。って、あれ、リンクちゃん。やっほー。お、ハッピーアラウンドの。その節はお世話になりました。みんな単独ライブをやるんだって。すごいよね。さっきもずっとその話をしてたんだ。うん、まだ先の話だからそんなに実感ないんだけどね。ライブのための練習もあんまり本格的じゃないし。私たちもライブ見に行けたらいいな。ね、ムニちゃん。興味ないわよ。え、ムニちゃん、さっきからずっと羨ましいって顔してるくせに。そんな顔してないわよ。ちー、そりゃみんなからチヤホヤされてるのを見ると、あれが私だったらなって思わなくも。で、そうじゃなくて、っていうかさっきから何私のことニヤニヤして見てんのよ。気持ち悪い。だいたい私たちはあのステージで勝ったんだから、フォトンメイデンよりすごいってことでしょ。羨ましがるとかありえないし。ノア、ほんとさっきからなんで黙ってニコニコしてんの。結構いろいろ言われてるのに。かわいい。え、かわいい。うんうん、すごくかわいいな。うちに持って帰りたいくらい。ちょ、耳をツンツンしないでよ。っていうかちょっと顔やばくない。あー、ごめん。ノアは可愛いもの絡みだとちょっとテンションがおかしくなるんだよね。あれ、ハピアラちゃんと一緒にいるのはフォトンメイデン。あの二組、この前の DJ 対決からずいぶん仲良くなったみたいだね。何話してるんだろう。見に行ってみる。私はいい、興味ない。フォトンメイデンの方も。この前、あの子たちは強いって言ってたじゃない。でも、ハピアラに負けた。まあね、彼女たちのステージは完璧だったけど、新しいチャレンジをしたハピアラの方が観客には支持された。でもね、その影響なのか、最近ではフォトンメイデンも曲や演出を変えてきてるらしいよ。ふーん。興味出た？別に。まあ変わるのって大変だから、かえってダメになっちゃうこともあるし、どうなるのかな。じゃあとわちゃん、またね。リンクちゃんと会うのってサンセットステージの高野祭以来か。同じ学校だけど意外と会わないな。私たちここ最近は授業が終わるとすぐレッスンに行っちゃうのもあるんだろうけど、せっかく仲良くなったんだからもっと会って話したいんだけどな。私はステージでもう一度勝負してみたい。確かに今の私たちだとどうなるのか
試してみたいって気持ちはあるよね。あとピーキーピーキーも同じ学校にいるんだから対決してみたいなって思うけど、でもファーストライブまではそんな暇ないか。次の武者修行ももうじきみたいだし、注目も期待もされてるから頑張らないとね。アイドルやるのも大変ってことか。私たちアイドルじゃないけどね。